ロヤジルガロヤジルガはパシュトー語で大会議を意味する。何世紀もの間、ロヤジルガはアフガニスタンにおいて新国王を選出し、憲法を採択し、その他の重要な政治問題を解決するために招集された。伝統により、ロヤジルガには部族長と長老が参加し、現地会議が首都カーブルに派遣された。そもそもロヤジルガはアフガニスタンに、 憲法や議会制度が成立する前から存在してきた合議機関であり、国の生態が近代憲法によって規定されるようになった後も国家運営上の最高機関として重視され続けてきた古い伝統を持つ。女性は1964年と1977年にロヤジルガに参加した。1977年、女性は大議員の15%を構成した。 2004年施行の現行アフガニスタン憲法では、ロヤジルガは任意制の国民議会より、さらに上位の機関として位置づけられ、国家試験、安全保障、憲法改正、反乱の地圧、甚大な自然災害への対処など、国家の最重要事項に関する最終的な意思決定機関となっている。憲法は、ロヤジルガに関して、必要に応じて召集される非常設機関であり、 その構成員は国政に直接参画する国民議会議員のほか、地方代表として、衆議会議長、軍議会議長も加わると定めている。閣僚と最高裁判所長官及び最高裁判所裁判官は、ロヤジルガに参加し発言できるが、投票権はない。ありがとうございます。